未来の物流を作るため、佐川急便はオープンイノベーションに取り組んでいます。これまでに様々な団体、企業様と新たな物流サービスの創出を行ってきました。今回ご紹介するのは、ルーティングアルゴリズムを保有し、オンデマンドバスアプリを展開するスワットモビリティジャパン様。夜の倉庫で行われた実験内容は、車両や配達ルートを自動でプランニングするシステムの構築。佐川急便は全国に429箇所の営業所を保有しています。今回はそのうちの一つの営業所で配車情報、配達先の情報などを活用し実験を行いました。できました。できました。はい、7台ですね。あ、7台ですね。なんか結構、うん、今回のシステムが実現できれば、11台で配達していたトラックが7台に。さらに2時間分の作業時間削減が可能になります。翌日、ドライバーさんと9件の配達に同行。AI が作成したルートが最適かどうかを確かめます。トラックの後ろを追いかけていると、ここだよね、この辺だよね。これですね。あ、で、止めるところがない。この実験でデータでは見えない部分を実感。システム実現に向け、さらなる改良に注力していきます。今後当社とスワットさんとどのようにやっていくかの方がやっぱ大事なのかなというふうに思ってますので、その後の展開、一緒にどれだけやっていけるかという部分に僕は今後注力していきたいと思います。新しいことをやらないといけないっていうところで、かなりサポートをしていただけましたし、会社としてのなんか本気度みたいなのがすごく感じましたね。これから一緒に佐川急便さんといろいろやっていけたらなと思っております。実証実験後も実用化に向けてさらに検証を続けていきます。佐川急便のリソースを活用し、新たな物流サービスの創出、そしてより良い社会の実現へ。オープンイノベーションで物流を変えていけるパートナーを随時募集中。